倉達委員私は、日本共産党市議団を代表して、子ども誰でも通園制度、福岡城幻の天守閣ライトアップ事業、大阪・関西万博、平和行政について質疑を行います。まず、子ども誰でも通園制度についてです。新年度の事業内容について説明してください。 野中こども誰でも通園制度は国が令和8年度からの本格実施に向けて思考的事業として実施するものであり就労要件を問わずに保育施設等を利用できる制度でございます。福岡市はこの思考的事業に参加することとしており福岡市独自に国の上限時間を超えて毎週1回、 定期的に月最大40時間まで利用可能とした上で実施したいと考えております以上でございます倉本達夫委員今年度の事業から利用枠は8倍実施施設は10倍に利用時間も国の基準の4倍と新年度から大幅拡充させるとのことですなぜこんなに拡充させなければならないのかご所見をお伺いします田中子ども未来局長はい 福岡市は令和5年度に他の自治体に先行して市内3カ所でモデル事業に取り組んでいるところでございますが多くの利用申し込みがあり多数のキャンセル待ちが発生したところでございますまた子どもの成長促進食生活の改善保護者の育児負担の軽減支援が必要な児童の早期発見など 子育て支援に大きな効果が見られたことから令和6年度は利用人員を大幅に拡充して実施することとしたものでございます以上でございます倉本達委達辰夫委員いろんな効果があったとのことですが手放しで喜んでいいのか幼い子どもの受け入れを安易に拡充させていいのか正していきたいと思いますまず子どもへの影響についてです モデル事業を実施していた保育園の保育士さんから聞くところによると、預けられて終始、一日中泣きじゃくる子どもがいたそうです。また、別の保育士は、輪の中に入れなくて、お母さんの姿を探していて、活動ができなかった子もいました。朝来るのを嫌がって、途中で辞められた家庭もありました。とマスコミの取材に答えています。そこで、本事業が与える子どもへの 負の影響について、どのようにお考えなのか、お尋ねします野中こども未来局長、はいえー。令和5年度のモデル事業において、毎週定期的に預かることにより、保育士による関わりや集団生活の体験が得られ、子どもの成長の促進、食生活の改善といった効果が見られております。 また、保護者が保育施設での子どもの様子を見聞きすることにより、家庭での育児の参考となったり、育児について保育士に相談できるようになったことで、孤独感の解消にもつながり、保護者の負担軽減が子どもにも良い影響を与えることにもつながっております。以上でございます。倉本担当委員悪いところはないと言わんばかりのこと答弁ですが、親という安全地帯から離れなければならないだけでもストレスなのに、 離れた先で、週に1回会うかどうかの大人との信頼関係を築けるかというと、それは簡単にできません。そこで、慣れない環境で見知らぬ保育者に委ねられる子どもの側の負担は大きいと思いますが、ご所見をお伺いします。野中子ども未来局長、はい 週に1回の利用であっても、毎日通う児童と同じように園の生活に慣れ、通常保育の児童と同じような活動ができるようになっております。この令和5年度の事業成果を踏まえ、令和6年度に実施する福岡市型子ども誰でも通園制度では、決まった施設で毎週1回、定期的に預かる方法で実施することとしておりまますす以上でございます倉本達夫委員、まあ。あくまででもも心配がなないいという答弁なんですけれども 1> 週一回の通園で保育者と子どもの信頼関係というのは築けません不安を感じるのは預けられた子どもだけではありません定員割れの状態を活用して子どもを受け入れる場合既存の子ども集団クラスは日替わりで毎日通園しない子どもと生活することになります就学前の子どもにとってはストレスになりかねません そこで受け入れた場合、いつもと違う子どもがクラスに入ってきたことによって、従来、そこで生活している子どもたちにとっての安心できる保育の場を不安定にしてしまうと思いますが、ご所見をお伺いします田中子ども未来局長。はいえー、定員のの余裕を活用ししてて実施施いる施設の保育士からは 曜日ごとに異なる子どもの集団が形成されるために通常の保育よりも難しかったけれども次第に通常保育の子どもも安定して生活できるようになったと聞いております以上でございます倉本達夫委員いいとこばかりを、まあ、見ているわけですけれどもきちんとデメリットも受け止めるべきです子どもの権利や子どもの側の視点を軽視していますでは受け入れる側 保育園への影響についてです。保育現場でお話を伺いますと、どこの現場でも大変です。保育士の給料が少なすぎる問題、実態と合わない配置基準が保育士の多忙を生んでいる問題、それらが絡み合って慢性的な人手不足であることなど、問題は山積しています。ここのようなな問題を解決することなく この預かり事業を拡大すれば、疲弊している保育現場にさらに負担をかけることになると思いますが、ご所見をお伺いします野中子ども未来局長、はい、モデル事業を実施した施設の保育士からは、通常保育よりも負担が大きいとの声が聞かれた一方で、子どもの成長に触れ、地域の子育て支援に関わっている実感があるとの声も聞いており、 本事業の実施が保育士の仕事のやりがいにもつながっていると考えております以上でございます倉本達夫委員保育士のやりがいで負担が減るということはありません福岡市は受け入れた園児一人につき保護者が負担する利用料を1時間300円以内としさらに利用料とは別に850円の補助金を交付するとしていますこれを利用すれば 時給1150円で新しい保育士を雇えますよということなんでしょうが、保育士の給与は時給換算で1200円前後と言われています。そこで、この補助金の設定で本当に保育士を確保できるのか、お尋ねします野中こども未来局長。はい、令和6年度のモデル事業ににおいて施設に対する補助金は 国の基準額と同額としておりますが事業の運営が可能な金額であるとして認識しておりますまた現在予算の成立を要件として事業を実施する施設を公募しているところでございますけれどもすでに多くの施設より手が上がっているところでございます以上でございます倉本達夫,夫委員実施する縁の問題ではなくて保育士がちゃんと確保できるのかということを問うてるわけです施設側の話を聞くと 保育士を確保するには微妙な金額、みんながやりたいなという金額ではないと言っておられます。ただでさえ保育士を確保しようとしても、難しい状態は論を待ちません。そこで、今、市が示している補助額では、保育士を新たに雇えずに、ひいては保育サービスの質が保てなくなると思いますが、ご所見をお伺いします。野中子ども未来局長 はい、本事業については、補助金を活用して保育士等を活用確保することが可能であり、また、障害児を受け入れた場合の加算を福岡市独自に国の基準に上乗せすることとしており、事業を実施するにあたっての保育の質の確保にもしっかりと取り組んでいくこと取り組んでいくこと,としておりまますす以上でございます倉本達夫委員。取り組んでいくと言われていますが、その保証はありません。希望的な観測 極めて楽観的だと言わななければなりませんしかし、そのしあ寄せは現場と子どもたちに来るんです。見てきたように、子ども誰でも通園制度は、預けられる子ども、一緒に生活する子どもにストレスを与えること、ただでさえ、保育士不足で新たな人材を確保することは難しく、ひいては保育の質の低下につながることなど、 問題は山積みですしかも国はこの制度を近いうちに本格実施にして市町村の関与なしに保護者と施設の直接契約を行,おう行わせようとしています。そうなると市町村の関与は極めて薄くなります。このように保育の本質を根本的に変質させる。まあ子どもが 物のようにに預けられることになりかねませんそんな事業にもかかわらず、国の基準の4倍、月40時間の受け入れを行おうとしている市長は、現場の実態を見ることなく、推進する政府に良い顔をしようとしていると言わざるを得ません。政府ではなく、本市の子どもたちに向き合ってはどうでしょうか。ここのまま子ども誰でも通園制度を行うことは 問題がありすぎるため、子どもたちが安心して保育される制度に抜本的に見直すべきと思いますが、この問題の最後に市長のご所見をお伺いします高島市長。子ども誰でも通園制度について、令和5年度に実施をしたモデル事業において、子どもの成長促進、食生活の改善、保護者の育児負担軽減など、子育て支援に大きな効果があり、利用者にも高く評価をされております。このため令和6年度においては 国の基準に独自の上乗せをした福岡市型のモデル事業を実施することとしておりますまた、令和5年11月に指定都市市長会を代表して行った国への提言においては事業の拡充だけでなく、事業を担う保育士の確保や処遇の改善についても併せて要望を行ったところであり、引き続き実施にあたって生じた課題などについては国に伝えてまいります今後とも、市民の皆さんが安心して産み育て 子どもが健やかに成長していけるようにしっかりと取り組んでまいります以上です倉本達夫委員子どもたちの成長発達を促す保育を単なる預かり事業に変質させようとする本事業にはもっと慎重であるべきだと指摘して次に進みます次に観光インバウンドについてお尋ねしますまず福岡城 幻の天守閣ライトアップ事業についてです。新年度並びに、今年度の予算額、事業内容についてお尋ねします鈴木経,経済観光文化局長、はい令和よ。令和5年度当初予算では、福岡城内のライトアップを実施する予算として4085万円を、6年度は福岡城幻の天守閣ライトアップの撤去費および設置費等の予算として、 六千八十一万円ようお願いしているところでございます。以上でございます。久保達雄福岡城後に金属パイプ製の天使角を設置し、LED でライトアップするというものです。事業の目的についても答弁を願います。鈴木経済観光文化局長、今回の事業は福岡城への観光集客を図るとともに、福岡城や福岡し福岡の歴史に対する 観光客や市民の興味、関心を高めるために実施するものでございます。以上でございます。倉本達夫委員つまり、天守閣をライトアップで描き出して、集客を図るというものです。そこでお尋ねしますが、本市は福岡城に天守閣が存在したとお考えなのか、ご所見をお伺いします。鈴木経済観光文化局長、はい、福岡城の天守閣については 昭和50年代の後半までは、天守閣の存在を推定させる古文書が知られておらず、その存在は定かではございませんでしたが、その後、天守閣の存在を推定させる古文書が発見、公開され、現在では天守閣が存在すると考える学説が増えてきているものと認識しております。以上でございます。倉本達夫委員公式ななな見解はどうんんんででですすかかすかかかかあっったた 鈴木経済観光文化局長、はい、この質問を受けましていろいろな法令をあの調べたところでございますが私ども福岡市で公式な見解を述べる立場にはないと考えております以上でございます倉本辰い委員そんなはずはないですよ。福岡城の天守閣の存在非存在をめぐる議論についての福岡市の公式見解は2013年に刊行された 福岡市発行のこのこ本です新州福岡市市特別編、福岡城、築城から現代まで、23ページにこう書いてあります。さまざまな議論は現在に至ってなお決着を見ていないということです。この本は違うというんですか、答弁してください。鈴木経済観光文化局長 先ほど答弁いたしましたのは、私どもにあるなしを決定する権限がないということを申し上げても。あのものでございまして、そこに趣旨に書いてあることは、その時の見解を述べたものだと。考えております。以上でございます。倉本達夫委員。苦しい答弁です。福岡市が観光してるんですよ。では。そこで。今回の天守閣の絵は誰が描いたんですか。お尋ねします。 鈴木経済観光文化局長、はい、仮設工作物については企画提案公募により最優秀企画提案者がデザインしたものでございます以上でございます倉本さん、総理元になる資料もないまま事業者の株式会社 JR 西日本ビルトにデザインさせていますあなた方はプレスリリースなどで天守閣をイメージした仮設工作物と説明していますがこれは 天守閣が存在したという特定の学説の立場に立つものではないかと思いますが、ご所見をお伺いします鈴木経済観光文化局長。はい、今回の事業は、福岡城への観光集客を図るとともに、福岡城や福岡の歴史に対する観光客や市民の興味、関心を高めるため実施するもので、一般的な天守閣としてデザイ,ンできあイメージできるデザインとしているものでございます。以上でございます倉本達夫委員 そう答弁されますがね、こんな事業をやったら、どう見ても天使閣はあったっていう立場に立つものですよ。少なくとも市民はそう受け取ります。ではさらに聞きます。説明では、屋根や破風、窓の形を強調した工作物について特定の構造を前提として一層踏み込んでいます。しかも、単なる展示やイメージの一つにとどまらず、 学,面と学問的な交渉や比較が困難な崩落の人出の多い場所に、27メートルもの巨大な工作物を作り、ライトアップまでして、強烈に印象をつけています。ところがですよ、天守閣の絵図は全く存在しません。にもかかわらず、なぜ屋根やハフ、窓の形を強調することができるんですか、答弁を求めます鈴木経済観光文化局長。 外観につきましては、事業者において国内に現存する天守閣を参考にデザインされ、一般的な天守閣に見られる、ハフや屋根,屋根、窓の形を強調することで、天守閣らしさを表現するとともに、観光客や市民が遠くからでも輪郭を視認できるよう工夫されたものでございます。す。以上でででございいまま倉本達和委員歴史的なな根拠のないもののもをここまで描くのは問題です。 文化庁は、史跡等における歴史的建造物の復元等に関する基準を2020年に改定し、その際、専門家によるワーキンググループに議論をさしています。ワーキンググループの取りまとめによれば、適切とは言えない再現のやり方の例として、デザイン、形態等が全くわからないもの、また、史跡等の理解を妨げることにつなげるもの、 が挙げられていますこれらはあたかも天使閣があったかのように描く今回の事業に当てはまりますそこで文化庁の基準から照らして今回の事業は不適切なものだと思いますがご所見をお伺いします鈴木経済観光文化局長はい。今回の事業は福岡城への観光集客を図るとともに福岡城や福岡の歴史に対する観光客や市民の興味関心を高めるため 石垣の保全に十分に配慮した上で次元的に仮設の工作物を設置するものでございます以上でございます倉本達夫委員要するに文化庁の基準にさえ当てはまらない事業をやろうとしているということです極めて不適切ですよこれをね、1億円もかけてやろうとしてるわけですあったかどうかわからないものを ああったかののよううに描く今回の授業はどう見ても問題がありますそもそも文化財は我が国の長い歴史の中で生まれ育まれ今日まで守り伝えられてきた貴重な国民的財産です本種の貴重な文化財である福岡城で集客のために歴史的根拠もなく天守閣があったかのように復元とはかけ離れたやり方を巨額の税金を使って行う 今回のライトアップ事業はやめるべきと思いますが、市長のご所見をお伺いします。高橋市長。福岡城をはじめとした貴重な文化財は福岡市の2000年を超える長い歴史の中で生まれ、今日に伝えられてきた貴重な財産でございます。また文化財は福岡の歴史や文化に理解をの理解に欠くことのできないもので、将来の文化の発展継承の礎をなすものであるのみならず、 市民が地域に対する誇りと愛着を持つという観点からも、とても重要なものであると考えております。今回の事業は福岡城幻の天守閣ライトアップとして、5月31日までの期間限定で実施をいたしますが、これを機に福岡城に対する市民の皆さんの興味や関心が高まっていくことを期待をしております。もうすでに。 骨組みはできておりますけれども、あの大変あの歴史ロマンを想像しながら、この春は皆さんに楽しんでいただけるものと思っております、以上です。倉本達委員文化財への暴涜であるということを指摘して、次に大阪・関西万博についてお尋ねします。関連の新年度予算額と目的について答弁を求めます鈴木経済観光文化局長。局長はい、令和6年度は、令和7年に開催される 大阪関西万博への出展計画の策定にかかる経費として、約40万円をお願いしております、以上でございます。倉本達夫委員答弁で出展を策定するということですが、本市が大阪・関西万博に参加するようになった経緯について説明してください鈴木経済観光文化局長。令和3年度から日本観光ショーケース in 大阪・関西に出展するなど、広域周遊観光の検討を進めてきた中で、 令和5年4月に2025年、日本国際博覧会協会から万博へのブース出展等にかかる意向確認があり、参加の意向を回答し、現在に至るまで共同出展を予定している他の自治体等と協議しているところでございます。以上でございます。倉本太蔵委員。出展するっていうのは議会にいつどのように説明したのか、答弁してください。鈴木経済観光文化局長。 これまで共同出店を予定している他の自治体等と検討を進めてまいりましたが万博へのブース出店の計画を策定するため令和6年度予算として約40万円をお願いしているところでございます以上でございます倉本達夫委員説明してないですよこれまであなた方は本市が万博に参加することをひた隠しにしてきたわけですそして今回の予算案でもどの書類見ても万博という文字は見当たらない聞いてやっとこの40万円の経費があることがわかるという有様です こんなに万博参加を市民に付加隠しにする進め方は不誠実と思いますが、ご所見をお伺いします鈴木経済観光文化局長。これまで共同出展を予定している他の自治体と協議をしてまいりましたが、この度万博のイベント会場において、約1週間程度、ブース出展するメドが立ちましたことから、その出展の計画を策定する経費として、約40万円の予算をお願いしているところでございます以上でございます。 不誠実ですよなぜ市長が隠しながら進めようとしているか、それは万博に対する世論が怖いからです。建設費がどんどん膨れ上がり、日本間の建設費など国の負担があることも明確になり、カジノとの一体性もあらわになっています。世論調査でも、万博の開催そのものに対して反対が多数を占め、人材や資材、 税金投入については、能登半島地震被災者の住宅や生活の再建、地域復興にこそ集中すべきだと、世論も急速に広がっております。そこで、本市は国や万博事務局に開催の中止を求めるべきと思いますが、ご所見をお伺いします鈴木経済観光文化局長。はい、大阪・関西万博の開催につきましては、国等において適切に判断されているものと考えております。 今後とも国際イベントなどさまざまな機会を捉え、効果的な観光誘客に取り組んでまいります。以上でございます。倉本達夫委員。まあ、大阪万博に来た人たちを福岡市に呼び込むことを当てにしておられますが。そう簡単にはいきません。なぜなら。世界水泳だって多くの人たちが。福岡市に訪れるという目論見が外れ。経済波及効果も予測を大きく下回りました。当てにならない経済波及効果を見込んで。 開催される25年度には、本市でも多額の予算が組まれ、市民の反対を押し切って税金が投入されるのでしょう。万博しかり、先ほど述べたライトアップ事業しかり、税金の使い方が間違ってます。したがって、問題だらけの万博に1円たりとも税金を使うことは許されず、万博からは市は手を引くとと,ともに関連予算は削除すべきではありませんか。 この問題の最後に市長の答弁を求めます高島省。福岡市は第三次産業が9割を占める産業構造であり来訪者を増やし消費を拡大することが観光関連産業をはじめとした市内経済の活性化に重要であると認識をしております大阪関西万博は多くの外国人観光客が訪れる機会であり福岡市といたしましてもこれまでの広域連携の取り組みを踏まえ効果的な観光誘客を推進してまいります以上です 倉本辰夫委員万博に税金を投入することなどは許されない再度言っておきます次に平和行政について正してまいりますまず新年度の平和行政関連予算と事業内容について答弁を求めます劉総務企画局長はい。令和6年度予算として計上している主な事業については福岡アジア文化省福岡市 戦没者等遺家族援護事業補助金、博多港引き上げ資料の常設展示、福岡市原爆被害者等援護事業補助金、福岡市戦没者合同追悼式、福岡県戦没者慰霊順排事業、平和主張会議でございます。またこれらの予算額については合計で四千三百四十万八千円となっております。以上でございます。 倉本達夫委員。まあ大事な授業だと思います。2月28日。航空自衛隊は。迎撃ミサイルパックスの展開訓練を。本市東区の。海の中道海浜公園の駐車場で実施しました。本市でこのような訓練が行う、行われたことに。住民の中には驚きや不安が広がっています。そこでお尋ねしますが。自衛隊から近隣住民に。 説明はなされていたのか答弁を求めます船越市民局長はい、えー。パックーの展開訓練につきましては自衛隊から近隣住民への説明を行っていないと聞いております以上です倉本達夫委員何もやっておりませんしかし自衛隊が基地以外で訓練を行う場合自衛隊は自治体への説明や住民への説明会を行うべきです他都市では 住民説明会が開かれ、自衛隊が説明を行い、住民の声で計画変更がなされています。では、本誌は自衛隊から事前に説明を受けていなかったのですか。答弁を求めます。船越市民局長はい、えー。本市に対しましては、防衛省九州防衛局から訓練の概要について説明をございました。以上です。倉本達夫委員 1>, 1月15日に本市は説明を受けています。 なぜ住民にこのことを周知しなかったんですか、明確な答弁を求めます船越市民局長防衛省から訓練の概要の説明において、訓練では実弾や電波などの使用はなく住居、居住地域から離れた国管理地内で行われ、地域住民の生活環境にも影響を及ぼさないものと伺っており、市としても広く市民への周知は行っておりませんでしたが、 訓練場所となる航空の自治協議会などには情報提供を行ったところでございます以上です倉本,倉本達夫委員言い訳にもなりません周知するのが当たり前ではありませんかこの件では3月14日の総務財政分科会市民局関係審査の中で自民党の委員からもしっかりと説明する責任は本市にあると批判の意見が出されています2月28日 テレビ日日本はニュースで、民間地でパック3の展開訓練を実施することについては、十分な説明も求められますと報道しています。よって、本州として自衛隊の訓練について関心を持ち、必要な情報収集、調査を行い、住民説明会の開催要求など、市民の命と安全を守るために、 必要な手立てを取るべきと思いますがご所見をお伺いします船越市民局長はい。国の安全保障に関することにつきましては国の責任において適切に対応されるべきものと考えておりますなお今後防衛省から訓練について情報提供があった際には広報周知を求めるとと,ともに市としても市民や関係地域への周知に努めてまいります以上です倉本多徹委員しっかりと伝えるべきです岸田政権は 米軍が主導すする統合防防空ミサイル防衛衛 IAMD への自衛隊の自隊参加を進めていま IAMD は台湾有事をはじめ、アメリカと中国との戦争を念頭に、相手国を攻撃するとともに、相手国からの在日米軍やその基地周辺への攻撃を、ミサイル迎撃などによって無力化するために構想、整備されているものです。 米軍は IAMD の基本原則に先制攻撃を選択肢とすることを公然と明記しており、そこへの参加は日本の防衛とは関係ない、米軍の違法な介入戦争に本市市民を巻き込む危険があります。今回のパック3の訓練はこのような正確なものだと言わなければなりません。したがって、今回の自衛隊の本市での訓練は、 米軍の不法な介入戦争に加担し、本市市民の命、財産を危険にさらす恐れがあり、本市として防衛省に対し厳重に抗議し、二度と行わないことを求めるべきと思いますが、ご所見をお伺いします。船越市民局長はい。国の安全保障に関することにつきましては、国の責任において適切に対応されるべきものであり、今後とも国民の生命と安全を守るために、 その役割を果たされるものと認識をしております以上です倉本達夫委員、えー、無責任な答弁に、えー、呆れるばかりですでは次に核兵器廃絶について聞きます市長は平和市長会議に参加していますその理由と予算額事業内容についてお尋ねしますリュー総務企画局長はい。福岡市が加盟した理由については核兵器廃絶及び世界恒久平和の実現という 平和市長会議の目的が福岡市の平和への取り組みと同じ方向性であるためでございますまた予算額については13万2千円で事業内容は平和市長会議加盟都市会議への出席のほか平和市長会議から提供を受けた被爆樹木の苗木の配布や被爆の実相に関するポスターの展示であり市民の平和意識の醸成に努めております以上でございます倉本達夫委員 核兵器廃絶というのは被爆者をはじめ人類の悲願ですそんな中日本政府が核抑止の呪縛にとらわれ核兵器禁止条約に背を向けているのはずべきことであり平和首長会議に名を連ねている首長は自ら政府に条約への署名批准を求めるべきと思いますがご所見をお伺いしますリーソン企画局長、はい、福岡市としましては核兵器の廃絶に向けた 国際社会における取り組みを進めることは重要なことであると認識しております。核兵器禁止条約の締結に向けた国への働きかけについては、平和首相会議の国内加盟都市として、核兵器廃絶に向けた取り組みの推進を求める要請を行っているところでございます。また、国におきましては、唯一の戦争被爆国として、核兵器のない世界の実現に向け、国際社会の取り組みをリードしていく責務があるとの考えが示されており、その動向を注視してまいりたいと考えております。 委員。市長自らやろうとはされません平和首長会議行動計画では核兵器禁止条約の早期締結を求める署名活動の展開を呼びかけていますそこで福岡市も他都市に倣って署名を市民に対して呼びかけるべきと思いますがご所見をお伺いしますリュウ総務企画局長、はい、核兵器廃絶に向けた国際社会の取り組みを推進することは重要であると認識しており 国においては核兵器のない世界の実現に向けて取り組んでいくとの考え方が示されておりますことから福岡市としましては国の動向を注視してまいります以上でございます倉本達夫委員署名は呼びかけないということです国際社会では核兵器禁止条約の条文に基づく取り組みが開始されています禁止条約の第1回定,格定約国会議では条約6条と7条に定められた被爆者と 核実験被害者への支援、環境修復の活動が議論されました。そこで市長が条約への参加を促せないならば、せめて被爆者からの聞き取りや、基金設立への政府の協力を促してはいかがでしょうか、答弁を求めまりゅうさん画局長。はい、国際的な協力については、国において核兵器のない世界の実現に向け、 国際社会の取り組みをリードしていく責務があるとの考え方が示されており、その動向を注視してまいりたいと考えております以上でございますすいござ倉本達夫員本当に核廃絶の思いがあるかが問われます。では違う角度で市長の平和に関する姿勢について尋ねます。イスラエルの大規模攻撃により、パレスチナ・ガザ地区の人道状況は極めて深刻な危機に直面し、その地域は拡大しようとしています。 昨年11月小池百合子東京都知事熊本熊谷俊人千葉県知事ほか7人の自治体市長で構成する旧都県市首脳会議は緊急人道アピールを出して戦闘の休止国際法国際人道法の遵守などを求めていますそこでお尋ねしますがこのように自治体の市長がパレスチナガザ地区を巡って 人道アピールを発することは大変意義のあることだと思いますが、所見を求めます劉総務企画局長。はい旧都県、市、首脳による緊急人道アピールについては、その構成員である各自治体の考えについて、共通する部分が取りまとめられたものと認識しており、こうした行為も各自治体の考えを示す方法の一つであると考えております。以上ででございます倉本本委員市長はこの本で私の私人生を生をき 決定づけたのは、学生時代のパレスチナイスラエル本音でしたと述べられております。どういう気持ちでそう感じられたか、比例していただけますか？高嶋はい、毎回本ありがとうございます。あの、えー、そのあの本の中にですね。あの記載をしております。けれども、私学生時代に中東訪問して。 過去に国を持たなかったイスラエルと、そしてまた現在、国を持っていないパレスチナという、どちらも国を持たないことによる不自由ですとか、また苦難を味わってきた人たちに出会って、自分自身が置かれている環境のありがたさを再認識したわけでございます。国家を守り、そしてその国家の名誉を高めてきた先人に、初めて学生時代、その時に関心を寄せるようになったということでございます。 こうした中で、私も誇るべき日本と、そして生まれ育ったふるさとをもっと発展させたい、そういう思いで将来政治家を目指したいという、そういったことを考えたきっかけになった、そのことを本の中に書いている次第でございますす以上で倉本委員、まあ、市長が政治家を目指すきっかけとなったパレスチナで、連続的な空爆、大規模な攻撃、電気、水、食料、医薬品の供給を妨げ、ガザの人たちのを死の淵に追いやる 封鎖、住民の移動、強要など、国際人道法に違反する戦争犯罪が犯され、子どもたちを含む多数の罪のない人々が命を奪われています。そこで市長は福岡市長として、ガザ地区においての人道的休戦を求めるアピールを出すべきと思いますが、ご所見をお伺いします。高島市長まず、去年10月のハマスによるイスラエルへの武力攻撃、また誘拐などの一連の行為は、 これについてはまず、絶対に許されるべきではないというふうに思っておりますで。一方、現在、ガザ地区においては、イスラエル軍によります大規模な攻撃があって、罪のない一般市民に多大な被害が発生をしており、大変深い悲しみを感じている次第でございます。双方の犠牲者の方々と、そのご遺族に哀悼の意を示すとともに、停戦が速やかに実現をし、世界の平和と秩序が回復されることを強く望んでおります。以上でです。本員。そこまで言われるならば、 きちんとアピールを出して、世界に貢献すべきだと思います。平和な社会を作るのは、市長の重要な責務であるということを述べて、私の質問を終わります。